私たちは昨年8月からイスラエル三代目の王ソロモンが書き記しました伝道の書を見てまいりましたがそのメッセージシリーズも今日で終わりますソロモンの時代とは今から3000年前の時代でありその場所はここから海と陸を隔てた1万マイルも離れたところでありその文化慣習も 私たちのそれとは異なります。しかしながら、この7ヶ月余りの間に分かりましたことは、その書のテーマとなっていますこの世界の虚しさというのは、私たちにも理解できることであり、共感できることなのだということでありました。そして今日は、その最後の結論を 皆さんと共に見ていきたいと願っています。伝道の書の11章7節から10節を拝読させていただきます。光は快いものである。目に太陽を見るのは正し,しいことである。人が多くの年生きながらへ、そのすべてにおいて自分を楽しませても、暗い日の多くあるべきことを忘れてはならない。 すべて、来たらんとすることは皆空である。若い者よ、あなたの若い時に楽しめ。あなたの若い日にあなたの心を喜ばせよ。あなたの心の道に歩み、あなたの目の見るところに歩め。ただし、そのすべてのことのために神はあなたを裁かれることを知れ。あなたの心から悩みを去り、 あなたの体から痛みを除け若い時と盛んな時はともに空だからであるこのところからまず最初に空なる世界に生きる覚悟ということを見ていきたいと思います伝道の書の11章7節8節 光は心よいものである。目に太陽を見るのは正しいことである。人が多くの年生きながらへ、そのすべてにおいて自分を楽しませても、暗い日の多くあるべきことを忘れてはならない。すべて来たらんとすることは皆空である。 このシリーズを始めました最初のメッセージにおいて私はこの伝道の書のキーワードになります「空」という言葉はこの書の中に38回も出てくるとお話しましたその空すなわち虚しさの具体的な内容とは目に見ることに飽きることがなく耳は聞くことに満足することがないということであり また金銭を好む者は金銭を持って満足しない富を好む者は富を得て満足しないということであり彼は母の体から出てきたようにすなわち裸で出てきたように帰っていく彼はその労苦によって得た何者をもその手に携え行くことが でできなないいとととううようなことであるとお話しましまたもちろんこれら以外にもこの世界にあるさらに多くの虚しさについて伝道の書は記していますそしてこの伝道の書を注意深く読んでいて気がつかされることはこれらのもろもろの私たちが感じる虚しさの背後にはこの世界にある全てのものが 時とともに変化するということがあるのです。そこには私たちがいつまでも保持できるものは何一つなく、それどころかそれらのものはすべてやがて必ず失われていくという現実があります。さらには他でもない、私たち自身も 年とともに弱りやがてその生命活動を止めなければならないという宿命のもとに置かれているという歴然とした事実があるということでしたそしてこの虚しさについてソロモンより約1,000年後に生きたパウロという人はその確信をその虚しさの確信を さらに指摘しているかのようにローマ人への手紙8章でこのように記しています。こういうわけで今やキリストイエスにあるものは罪に定められることがない。なぜならキリストイエスにある命の御霊の法則は罪と死の法則からあなたを解放したからである。パウロはここにある法則について触れています。すなわち 私たちの世界が重力の法則のもとに置かれているように、すべての人間は、すべての人間は罪と死との法則から免れずにいるのだとパウルは言っているのであり、まさしくそれこそが私たちの心にある、あの虚しさの根源にある、 ものなのです。罪と言いましても私たちにはピンとこないかもしれません。聖書が言うところの罪というのは、前科がありますとか、服役しましたということではありません。罪は、それが初めて人の心に芽生えた時のことを考えます時に、その性質というものが分かってきます。 すなわちその初めの時とは創世記に記録されているように最初の人アダムとエバがエデンの園において神のようになることを願い神が食べてはならないと禁じられた実を彼らが取って食べてしまった時を言います。 それゆえに彼らはもはやエデンの園に、すなわち神と共におられなくなり、そこを追い出されてしまったというあの出来事であります。その出来事は、自ら神のようになりたい。わかりやすく言いますならば皆さん、彼らが自分を中心に、自分を真ん中に行きたいとした時に、 起きたことなのです。そして私たちのこの心により、私たちは神の前に罪を犯すものとなります。私たちの周りにある、皆さんの周りにあるもろもろの問題、それらは神を脇に置き、自らを中心として、 私たちと共にある者たちを脇に置き生きようとする私たちの罪によるものなのですその時彼らは自分の願うことをしたのですから一見一見自由の扉を彼らは開いたように思いますしかし 実はその時から人の心には私たちの心には常に常に言い知れぬ虚しさがあり私たちは皆まことの自由を失ったんですそしてさらにその時というのは同時に人が 死ぬという宿命を追った瞬間なのだと創世記は記しています。以来私たちの後をどんなに逃げてもいつも追いかけてくる影のように私たちは常にこの死というものと共に生きることが宿命とされておりそのことが私たちにとって 消し去ることとができなないい虚無虚しさとなっているんですこのことについて先ほど言いました「ロマ社発祥」の中の23節にはこのように書かれています。それだけではなく御霊の最初の実を持っている私たち自身も心の内でうめきながら小たる身分を授けられることすなわち体のあがなわれることを待ち望んでいる。 パオロは私たち人間は、私たちは心の内で埋めいていると言います。なぜなら私たちの肉体は移ろいゆくものであり、それは日ごとに衰えるものであり、最後にその活動は停止するということを私たちは知っているからです。私たちの体は知っているからです。この埋めきは遡るところ、アダムとエヴァにまで至り、それは 本来どうぞ覚えてください本来私たちが保つことができた肉体を失ってしまったことに対する人間の内なる心のうめきなのです以来我々人間はこの内なるうめきを聞きながら生きて いるのです。それは私たちの肉の欲であり、肉の弱さであり、肉の痛みであり、肉の病であり、また、肉の死なのです。このようなものを有する体を持って生きていかなければならない私たちでありますゆえに、私たちには常に虚しさが伴うのです。そして、 この虚無はなんと人間だけに及ぶものではなくてこの世界の自然界にも及んでいるという驚くべきことがローマ人の手紙8章には記されています。被造物は実に切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでいる。なぜなら被造物が虚無に服したのは自分の意思によるのではなく服従させた方によるのであり。 かつ、被造物自身にも、滅びの眺めから解放されて、神の形の子たちの栄光の自由に入る望みが残されているからである。実に被造物全体が今に至るまで、共にうめき共に海の苦しみを続けていることを私たちは知っている。この聖書の言葉によりますと、私たちが現在見ているこの自然界は、 虚無に服していいるというそして彼らもその滅びの縄目から解放され,てされることを望んでいるというのです。彼らの本来の姿はもっと素晴らしい神の栄光に満ちているものなのだということです。創世記に記されておるように神は自ら創造された被造物を見て 良しとされたとその想像の度ごとにコメントを残しておりますしかし実際に私たちが今この目で見ているものはその神が良しとされたと言われた秘蔵物ではなくてその後の虚無に服している秘蔵物なんです 私たちは時に海に沈む夕日や野に咲く花,の花々の美しさにため息を漏らしますが本来のそれらのものはそれ以上の美しさと存在感を持っているものなんです。主にある皆さん私たちはこのことをまずしっかりと心に受け止め 私たちの暮らす世界私たちが肉体と共に生きるということはそのようなものなのだということを覚悟しておかなければなりません。自分が今住んでいるこの世界がどんなものであるかということそして自分とはどんなものであるかを知って しておくことはとてもとても大切なことだからです信仰がありましても時に私たちの心の中に風が吹き抜けていくような虚しさを感じることがありますでしょうそれが私たち人間でありこの世界に生きるという ことなで,すでは私たちはその日々をこの虚しさと虚無とともに生き続けていくのでしょうかそうではないというのがこの「伝道の書」の結論なんです二つ目のことをお話しますそれは「虚しき旅路を楽しき旅路に」ということです この伝道の書のメッセージシリーズをお話しするにあたり、私はあの28歳の若さで結核で亡くなった侍、高杉晋作についてお話ししました。彼はその死の病のとこに伏していたときに、面白きことなきよう、面白くという句を詠んだのです。その時は、 この句だけをお話ししたのですが、実はこの話には続きがあります。高杉がこの句を読みましたとき、彼の看病をしていた野村冒頭にという歌人が、高杉のこの句に続く句として、住みなす者は心なりけりと呼んだのです。 この言葉に高杉は静かにうなずき面白い脳といいそして召されていったと言うんです高杉は自らが考え出した軍隊の長であり幕末という時代日本の新しい扉を開くためにその一翼を担った人ですその高杉が短い人生を思うときに 私たちは死の谷に、の淵にあった彼の心というものを感じ取るんです。どんなに無念であったか。まさしく彼がなさんとしていたことは革命であり、その先方に立っていた彼ではありましたが、その志半ばで死を遂げるということの虚しさを彼は感じながら生きていたのでしょう。だから彼は、 この世を面白きことなき場所だと認めつつしかしそれを俺は面白くしたいのだと時世の句を読んだのでしょうしかしそこで言葉が詰まったどうしたら 面白くなるのだろうかそこで野村が言ったのですこの面白くないよう面白い場所と変えることを可能にするのは私たちの心のありようですと 確かに面白きことなきよ虚しさに満ちているこの世界を生きるにあたりそれを面白い場所に変えるのは私たちの心でしょうしかし私たちはすでにその私たちの心すらもこの心すらも罪のもとにあるとお話ししましたすなわち私たちの心にあるものが 私たちのものの見方や言動を引いてはその生き方を決めていくとしますのなら果たしてこの心のありようでこのむなしき世界を本当に面白いところとすることができるのだろうかと思わされるのですそこでソロモンの言葉に立ち返りたいのです 彼は私たちの心についてどう言っているのか先に読みました伝道の書11節の続きにはこう書いてあります。若い者よ。あなたの若い時に楽しめ。あなたの若い日にあなたの心を喜ばせよ。あなたの心の道に歩み。あなたの目の見るところに歩め。 ソロモンは伝道の書においてそのページの多くを虚しさで埋めておきながら、このようにその同じ人生を楽しめというのです。高杉に通じる言葉です。ソロモンも野村のように私たちの心について触れている。あなたの心の道に歩め、あなたの目の見るところに歩め、 ソロモンはここであなたの心の道に歩めと言っている何とも頼もしい言葉ですしかし一体私たちの心の道とは何でしょうかこの言葉はその道が実際にどんな道であるかということに全てがかかっているのではないでしょうか問題はその道はどんな道かということです ソロモンがこの言葉を記した約千年後に、この道について語られたお方がいました。イエス、キリストです。当然ソロモンとイエスの間に面識はありません。しかしそのソロモンの勧めは、キリストの言葉によって明らかにされたのです。その道について、 キリストはこう言っています。私は道であり、真理であり、命である。いまだかつて道を解いた人はたくさんいます。しかし自分が道であると言われたのは、このキリスト以外にはいません。まさしく私たちの心の道とは、このキリスト なのですそして続くソロモンの記したあなたの目の見るところに歩めという言葉に対してコリン第二の手紙5章7節は私たちは見えるものによらないで信仰によって歩いているのであると書かれているのですすなわち私たちのこの人生の旅路は キリストという道そのものであるお方と共に見えないものを見るかのように歩んでいく信仰の旅路なのでありその旅路を歩く時に私たちはこのむなしき世界を楽しき場所とすることができるんです。 しかし、キリストと共にその旅路を歩むためには、一つの条件があります。先に読みましたローマ書8章の御言葉を覚えていらっしゃいますかそれだけではなく、御霊の最初の実を持っている私たち自身も、心の内でうめきながら、小たる身分を授けられること、すなわち体のあがなわれることを待ち望んでいる。 私たちはこの肉体を持ちつつ、この、この心の内で埋めいている。その私たちは、小たる身分を授けられるべく、体があがなわれることを待ち望んでいる。小たる身分とは、あのエデンの園でアダムとエヴァが失った神の小たる身分です。それをもう一度取り出す、戻すために私たちに必要なのは、 贖がなわれることなのだとローマ書は言う。贖がなわれるとは何か。今日あまり使われない言葉ですが、それは買い取られるということ。私たちの朽ちる体が買い取られるということです。買うというからには、そのために支払われたものがあります。何がそのために支払ったのか。 その代価として支払われたものは、イエス・キリストの命だと聖書は言う。すなわち私たちはキリストの命と引き換えに、この朽ちる職務宿命にある体が朽ちないものと変えられるというのです。ここに 虚無に包まれていた移ろいゆくこの世界に対して私たちは普遍なる身分が与えられることを見出すのです。そしてこのことを私たちが知るときに私たちはこの地上での生き方が決まるのです。私たちはこの体が栄光のもと変えられるという 希望を持っていますその希望は移ろいゆくこの世界の虚しさによって打ち消されてしまうような希望ではない今しばらくはこの体を持ってこの世界を生きていくことになりますがその中でただ主に喜ばれるものとなることが私たちの願いなのです私たちは日々の生活においてと労を感じることがあります そして虚無の虚しさが心をよぎることがあります。まさしく私先にお話したように私たちが罪と死の中に生きている限りこの虚無の中にある被造物と共にある限り私たちはそのことから免れることはできない。しかしキリストは人の虚しさの根源にある罪と死というものを同時に十字架の 上においいてて解決ししくださいました私たちを解放してくださったそのキリストにある喜びと希望がこの世界の死の法則よりも大きく私たちを包み込んでしまうゆえに私たちは虚無に支配され,たされることなくこの与えられた人生を歩んでいくことができるんです。 皆さんいかがですか今日私たちの心とこの世界はどのようなものなのかということをお話ししました。まずその現実を踏まえましょう。しかしそのことに絶望するのではなくて、その心と世界を変えてしまったキリストの十字架を見上げましょう。 私たちが我らの道なるキリストと共に信仰の目を持ってこの世界を生きていくときにまさしくこのシリーズのテーマでありました虚しきその旅路が確かに楽しき旅路へと変えられていくのですお祈りしましょうレッツプレイ 天皇お父様、私たちは昨年の夏から伝道の書によりあなたの言葉に心の耳を傾けてきました。Heavenly Father, we have been listening to the book of e x c e s s o r y since last summer. そこには比類のない知恵と富を得た一人の王の嘆きがありました。There was the lament of a king Who had acquired wisdom and wealth. 彼は繰り返し、そして繰り返し言いました。すべては虚しいと。He said over and over again: all is vanity. 今日は私たちがなぜその虚しさを心に持つのかということを見てきました。Today, we have been looking at why we have that vanity in our heart. そしてその虚しさを打ち破るイエス・キリストの十字架の力に目を留めました。And we have looked at the power of the cross of Jesus Christ to overcome that emptiness.Shu. どうか私たちの心がその十字架の力により変えられ、空なる旅路を楽しき旅路にすることができますように。Lord, may our heart be changed by the power of the cross and may we make the meaningless journey to an enjoyable journey. I pray this prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. ぎこい願わくはこの世界の虚しさから私たちを解放してくださる我らの主イエス・キリストの恵み世のすべての事象をその御手の中に収めていてくださる我らの父なる神のご愛この世を生きる恵みと愛と知恵を日ごとに私たちに与えてくださる精霊の親しきお交わりが May the grace of our Lord Jesus Christ, who frees us from the vanity of this world, the love of our Father, who holds all things in his hand, and the intimate fellowship of the Holy Spirit, who teaches us day by day the grace, love, and wisdom of living in this world. May be upon all of us now and forever and ever. Amen.